今回はまたまたテレパシー企画をやっていきたいと思います。で、今回ですねスライムのテレパシーチャレンジをやっていきたいと思います。前回ね、あのスシローとケーキをやったので、今回はスライムをやっていきたいと思います。はい、ね、スライムはね、ほんとずっとやりたかったんだけどね、やっとできます。イエーイ。で、まあスライムのやつも第1弾、スライムとしては第1弾なので、今回はね、4チャレンジです。4問ね、そうそうそう、4問中どれだけ合うか。とりあえずあのテレパシーなので、本当にこう同じスライムを作るように頑張ってください。はいね、お互いの心を読むんだよ、テレパシーだから。早く。はい、じゃあまずしほちゃん、じゃあ説明してください。今回のテレパシーの4つはどんなのですか？はい、まず1つ目が絵の具ですね。絵の具はまず赤と黄色と緑とオレンジ。オレンジ？どこにオレンジ？赤と黄色と緑と青があります。はい、4色ね。これはもうなんか定番の色、4色から1色を選んでますよ。はい、なんでオレンジ、なんでオレンジって言っちゃったんだろうね。この前図工の時間で赤とさ白とオレンジいっぱい使ったから、うん、あ、そうなんだ。それでねえ、ママ、あのね、これね、金魚入れる水槽。あ、そうそうそう、ちょっとね、いつもねセリアで買ってるね容器がそれに変わってて、ママのポーズ、うん、ちょっとそれにしちゃいました。リミちゃん動かさないでくださいね、ここの仕切りを。じゃあ次に2問目が、このフレークですね。このフレークが3種類で、まあ、白と緑と黄色の3種類です。こちらはね、3つしかないので結構有利なんじゃないかなって思います。本当有利？3択で、3択だから絶対いける気がする。はい、で次に、はい、3個目、まず次に3問目がこちらのビーズとなっております。ビーズはですね、このね、なんか青、黄緑、白の3種類と濃いピンク、薄いピンク、薄い紫の3種類のビーズです。こちらも2本しかないから意外と簡単じゃない？そうかな。でもさ、ママがあえてそれを選んだんだけど、しほちゃんはピンク系が好きでしょ、りみちゃんは青系が好きでしょ、うん、だからどうなるのかなと思ってあえてその2択にしてみました。なるほどな。はい、さあ2人はどう出るのでしょうか。はい、じゃあ最後、りみがすごい半分に切れてるみたい。最後は、最後第4問が、うん、あの入れ物容器ですね。そうね、今回はちょっとね容器にしてみました。4問目は、はい、1つ目がこちらのあのコップみたいなケースです。こちらはね、本当にミニチュア的な感じですごい可愛いんですよ、うん、いいですね、うん、次にこちらもあの可愛いんですよ。とにかくなんかね、今回容器が小さいから両方とも可愛く見えてね、ここが難問な気がします。なんか落としたんですけど、リミさん、これ落とした。暴れないでください。この2種類のちょっと小さめの容器なので、作るスライムも今回はちょっと少なめに、いつもね結構多めに作っちゃうんだけど、はい、今回は少なめに作ります。はい、はい、やってますか。そう、洗濯のりは2人とも同じのを使います。はい、まあ、量はねお任せします。ただこのね瓶に入れるっていうのだけ頭に入れて、その分量だけ作りましょう。はい、はい、じゃあまず洗濯のりを入れましょう。いい？いいよ。どのくらい？私前に出なくちゃさ。はい、ということでまずは絵の具を選んでいきたいと思います。はい、でですね、あのさっき言った通り赤と黄色と緑と青があるんですけど、どれ選ぶかは私たち次第です。はい、こうちゃんは何を選ぶか。私はこれを選ぶ。はい、いい？いいよ。前と言ったらこの色でしょ。じゃあ、あれ？なんかリミちゃんが思いとどまって。皆さんあれですよ、あんまり落とした。ちょっと待ってる、ね。
ヒントおしゃべりの禁止ですよ。はい。ヒントになることを言っちゃう。じゃあ、待ってもいい？ん？でもヒントになることしーちゃん言った。書いちゃダメだよ。これで。書いちゃダメだよ。また落とした。どうしてリミちゃんの落としちゃうの？せっかく拭いたのに手を。全部落ちちゃったじゃん。拾うの、それで。じゃあちょっと一回ティッシュでまた使わないとドキドキだよ。はい。はい、じゃあね、二人とも混ぜ終わったかな。はい、はい、じゃあ次いきまーす、はい、次はネオンフレークです。はい、こちらはね、簡単だと思います。見た、はい、ダメだよ、さっきみたいに声出しちゃダメだからね。私は、ちょっと私はこれにしたいと思います。いいカレー。ほーい。なんか声がほーい。怖い。怖い。全部入れちゃっていい？うん。多分量そんなないからね。私もじゃあ全部入れちゃおうか。うん。全部入れちゃって。全部入れます。豆乳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 。見えなくなっちゃった。え？見えなくなっちゃった。もういいかも、私混ぜなくていいや。本当？はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、はい、じゃあ次見て、卵卵溶いてる。あ、なるほど。はい、じゃあ次のね、ビーズ。はい、これは2択です。ママの意地悪問題です。2人の性格といいか好きな色を取り入れました。さて、どうするでしょう、2人は。こっちが絶対合う、この色には。はい、じゃあ入れてください。待ってね、何が合うか考えて。全部入れちゃう、うん、こっちかな、うん、わお。ねえね、うん、この色とこの色は使って、この色は使わないとかダメ？もうお任せします。いいってこと？うん。終わった。もう終わり、うん、はい、じゃあ次行きまーす。はい、次はね、ちょっとね、次の人が行く前にちょっと校舎でちょっとスライムを固まらせましょう、うん、じゃあちょっと順番に、はい、校舎1個しかないので、うん、順番にね、ちょっとずつ。ホームフレークみたいなのさ、うん、違う色にすればよかった。ホームフレーク？ネオンフレーク。ネオンフレークでしょ。はい、ホームフレークって。ホームフレークみたいなの、うん。できた、もうちょっと、あともうちょっとだね。頑張って頑張って。久しぶりだね、スライム。久しぶりすぎて、もう疲れました。ネオンフレーク、もう一つなんか目立たない。そうね、ちょっと少なかったかな。ね、目立たないよね。せーの、バーン出した時、え、ネオンフレーク一緒？違うって思って。そうだね、わかんないね、これじゃね。ちょっと失敗ですね、選択したもの。ママの失敗です。ママの失敗大失敗なの、それ。あのね、うん、寝れば寝るほど、うん、いいスライムになる。寝れば寝るほどいいスライムになる。いいスライムになる。いいお菓子になる。リミ、なるべくそのさ、テーブルについてるのさ、寝るね、取って、うん、つけて、こうスライムポンポンして、うん、違うの？寝る寝る寝るね。じゃないの？寝る寝るね。はい、じゃあ最後です。はい、ね、容器に入れましょう。ビーズ使いたい。え？ビーズ使いたい。ここでビーズにしたい。残ってるビーズってこと？見て、まあ、それが残した人はうちにいる。あ、本当だ、すごい綺麗じゃん。はい、じゃあしまっていきましょう。はい、どっちがいいかな。これに合うやつでしょ。うん、うん、これは好みだもんね。どっちでもいいよ。まるまる風って何？ね、多分見たらあーってなる。ね、これ上に置いちゃったらいいな。じゃあリミもまるまる風。何まるまる風？わからない。
耳の丸まりふがももわからない。はい、じゃあ2位ですか。はい、じゃあ合わせますよ。置いてください、手前に。じゃあ開けるよ。はい、いきます。はい、5、4、3、2、1。容器から違うけど色は一緒。色は一緒。ビーズ何を使ったの？見えない。ビーズも一緒ね。ビーズ一緒。うん。で、ネオンフレークも白。白。一緒でーす。イエーイ。全部、あ、最後の容器以外は全部一緒ってことか。これ、な、何をイメージしたと思う？タピオカ。ね。ね、しほちゃんのなんかイメージつくでしょ、リミ。リミはちょっと分かんなかった。何をイメージした？デザート？ゼリーでしょ。ね。そう、でもね、すごいそのね、色付けの時に、実は最初、リミちゃんはね、黄色い絵の具を持ってたんですよ。青じゃなくて？うん、そう、青じゃなくて黄色持ってた。黄色だったの？そうね。で、リミチホちゃんがスライムと言ったらこれだよねみたいなことを言ったら、あーってなって、そこが大きなヒントになってしまいました。そう、それが違ってたら半分しか合ってなかった。なんで黄色選んだの、青じゃなくて。ね、見て、おー、すごい、いいスライムじゃん。なんで黄色選んだの？もうびっくりした。なんでこのさ、ビーズに合う色って言えば黄色だった。あ、ビーズに合わせたかったのか。もうビーズを使うってもう決まってたのね。なるほど、そっちか。しほちゃんは、うん、もう最初から緑だった。うん、そう。うーん、もうこの赤と黄色と緑と青を見た瞬間に緑って、うん、なるほど、思ってた。いや、決めてた。そっか、確かにスライム緑多いもんね。そっか、それに合わせるのでそういうビーズとかになったわけね。そう、なるほど。でも4問中3問合いました。いいんじゃないですか。ナイスな、ナイスナイスなテレパシー。あざっす、あざっす。あざっす。はい、第2回戦ね、今度第2回戦好評だったらやりたいと思うので、ぜひ皆さん、はい、グッドボタン押してください。グッドボタン押してください。チャンネル、チャンネルとチャンネル登録もね、お願いします。それでは、バイバーイ。ボーイ。グミ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 ペア。サンジーラおやつだ。